はい、それでは、はい、ご紹介させてください。はい、作家進行役、古川栄一さんです。はい、はい、遊ぶ役、中村ザマさん、オーラプレイ。なんか一言お願いします。こういう仕事がしたくて役者になったんだなと思いました。おおお、あまりにも中身がなさすぎて今何の達成感もないんですでも本当に意外とね、長い期間、こんな大人になって楽しいことやらせてもらって嬉しかったです。通がありましたら次は室内で雨の関係ないときありがとうございました。ありがとうございました。そしてそしてと持ちまして、こっちは進行役、豊川悦司さん、オラプです。なんだかんだ楽しい撮影でした。ありがとうございました。シーズン2があったらぜひ参加したいと思います。 お疲れ様でした。緊急事態だ、急げ。階段下ってんな。 Amazon プライムビデオが送る前代未聞のポリスコメディ。捜査なんてな、局面が動くその瞬間に立ち会えればいいんだよ。365日張り込んでて364日、充実させたくないか。滝田さん、銃撃ったことあるんですか？イメージはできてる。ハッタリだらけのベテラン刑事、ヒリヒリしてきた。刺激が欲しい今時の相棒。マウンティングするホラー復帰司令官、くったらねえことばっか言ってっとぶっ殺すぞ。切れると危険な青春派、撃ってみたいよ。ド変態な小悪党、最高ですよ。サイコパスな犯罪ストーカー、生配信したいんですけど。配信しないと死んじゃう被害者、こんなヤバい奴らが。前代未聞の国際麻薬取引に巻き込まれる。取引は今夜、取引される覚醒剤は500キロ。麻薬取引なんか勝手にやらせとけばいい。裏切ったの？浮気したんですか？
時田さん、自分の銃なくしたんですか？果たしてどんな結末が待っているのか。変人たちが事件をかき回す。ノーアクティビティ。13号車異常なした。アマゾンプライムビデオ。